はい、こんにちは、田村です。今日はですね、虎のマニスくん、ね、女の子ですけどね、マニスちゃんですね。彼女がドーンとね、こうやってガラスにぶつかるところをね、飛びかかるところをね、説明しますけどね、この上野動物公園ってガラス張りなんですよね。で、分厚いガラスなので虎のあの衝撃でも割れないんですけれども、この動物園のいいところっていうのは、やっぱりこのほんの数十センチ、もう時には10センチぐらいの距離で虎が見れるっていうね、それがこの動物園の良いところだと思います。今日はね、本当にちっちゃいお子ちゃんたちがね、こうやってうわーっと寄ってきてますけどね、本当に迫力があってね、みんな喜ぶ、まあ、そういうスポットですね。で、あそこにちょこちょこ行きますけど、あそこは出入り口になってて、まあ、多分お腹減ったりとかするとあそこの方に行くんじゃないですかね。ちょっとよくわかんないんですけどね。まあ、あそこに戻りたいっていう時は、あそこにぐる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 する時ありますけどね。で、ですね、また飛びかかるのかな、ここ。あ、またやってますね。ね。あれはね、座ってる人がいるから、背中に飛びかかってるんですね。はい、まあそういうことで今日はマニスちゃんの説明をいたしました。また出会えることを楽しみにしております。忍者タマラでございました。では。